はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。引き続き、ブリー実況やっていきましょう。ということで、卵を拾ってですね。今週もやっていきましょう。さあ、どんどんミッションをね、こなしていきますよ、今週もね。はい。さあ、まずは、どっから行きましょうかね。マップはどうやって見るんだったっけ？あ、セレクトでした。学校方面にいっぱいあるんだよね。どっから行きましょう。ああ、でもこのインテリへの挑戦やったっけ。それやろうか。いった。なんで早速殴られる、なんで早速殴られる。殴られる理由がここにあっただろうか。いや、ないですわ、本当に。ここですね、ここら辺や。これかな。オッケー、開けてみよう。ここやと思うんですけど。買い物をせんとインテリエ調整するのか。わかった、インテリエの挑戦、挑戦してやろう。調整権獲得。何の騒ぎだ。下で会合やってるよ、行ってみたら。どんな会合です。おお、わかった。会合へ殴り込みに行きます。ダメだよ、外交スキルの液符。え、王女にそんなことさせるなんてダメじゃないよ。みんな楽しんでるか。ここで何してる。部外者は立ち入り禁止だぞ。待ちなよ、彼がファッティのコンスモーのハイスコアを更新したら仲間に入れる。昼寝に持ってこい。あ、これ。やったな、お相撲さん小太りゲームみたいなやつあったな。これ難しかった記憶しかないんやけど、すげえ難しかった記憶がある。ちゃんと指定されたやつしか食べたらダメなんだよね。どれだったっけ。リンゴとご飯みたいなの食べるんだよね。もう土俵から出ても関係ないっていうね。でタイみたいなやつは食べたらダメなんだよね。でもこれ食べさしもダメなんだよ、これね。あー、間に合わない、リンゴ間に合わない。魚、魚間に合わない。107キロ。何キロまで太ったらいいの。あ、これあかんやつ。フグ食べたら一発しかなんかやってんな、理不尽なルール。あ、危ない、フグ取りかけたよ。あ、フグ取っちゃった、フグ取っちゃったよ。即死、フグ即死。魚来い。よし、何キロ、1100キロとか出てなかった。その挑戦はちょっと無謀じゃないか、俺には。痛い。はい、114 115 116 117。どんどん取っていこう。あ、死んだ、死んじったよ。うわ、また死んだ。難しい、めっちゃもうヤジがすごい。1010キロ、いやー全然無理やれ、こんなん。むずくね、これ全く届く気がしないやけど。体重が増える、うん、腐った食べ物を避けて食べていくんだよね。いやー、フグ食わされた、厳しいな。ライフ回復とかないんか。わお、601キロまで行ったのに。ちょっともっと他の手段で打ち負かさせて。あ、ラジオゲット。
ラジオゲットしたんはええけど、ここは勝てそうな気がしないで。無理だ。諦めよう。1100点は無理やで、なんか裏技ないんかな。とりあえず技を、喧嘩の技を教えてもらおうか。それやってからやな。よし、じいさん、技教えろ。ラジオです。さあ、何教えてくれんだ。強キックコンボ。ほう、へえ、オッケー、聞いてるやん。じいさん聞いとるやろ。なかなか痛いやろ。はい、強キックゲットでございまーす。よし、そしたらミッションを取っていこう。ここはどこや。ここか。はい、行こう。ベアトリスの日記。ここな、なんかあったような気がするな。なかったっけ。どうした。困ったことが2つ。まず第一に、ヘルペスが再発。勘弁してくれよ。第二に、日記に書いてあるところをハトリック先生に見つかって没収された。今は先生の机にある。明日になったら校長に渡すって言ってた。中身を誰かに見られたらもう生きていけないわ。ああ、そんなすごい個人的な内容。気の毒なこった。学校中に自分の秘密が知られる。お前の青春もこれまでだな。そしてあなたの青春もね。俺も？なんで？日記には私とあなたのことが書いてあるの。は？俺らの間には何もないだろう。そんなことないわ。ノートを取り返してくれた時、私たちは恋に落ちたのよ。それに、ああ、詩も書いてくれて、それにいつだって優しい一面を見せてくれるわ。でもすぐに世界中に知られたるわね、私たちの関係を。本を取り返しに行く。よし、取り返しに行こう。学校の裏から学校の中に入る。学校の裏、ここらへん？見つかっても大丈夫？いいんだね。そういうミッションではないんだ。さあ、どんどん進め。ここらへんかな？よし、この裏から潜入だ。ああ、こんなところに登れるとこはあんだね。おお、落書きしたらなんかあんの。よし、落書きです。ただ満足するだけなんかな、個人的な。落書きしただけっていう。なんなんあれ。数学の教室を調べろ。いや、バレてるで。速攻におるやん。すぐいたやん。さあ、なるべく見つからないでいきたいね。はい、潜入。閉まっている。職員休憩室を調べろ。この下か。下の警備状態はどうだ。今はまだいない。やばれそう。
OK 潜入。おいで。はい、日記を取る。日記ゲッツ。あとはうまく逃げるだけやな。あの転校生のジミって子、最悪。歯並びは悪いし、髪型はダサいし、臭いし、それにひどい態度。でも、どこか人を引きつけるところがあるって、バッキーに話してみたら、なんだか嫌そうな顔をしていた。バッキーはとてもいい友達だから少し悲しかったわ。最近何か嫌なことでもあったのかしら。やっぱり今日、彼とすれ違った時に私のことを見たの。彼ったら本当にフリーラジカルみたいで、彼の電子とペアに、なれたらどれだけ素敵かしら。二人で甘い有機化合物を作っているところを想像するだけでゾクゾクしてくるわ。すごいな。頭いいんか悪いんかようわからんでこいつ。いや悪いんやでこれは。頭悪いんやで。頭良すぎて頭悪いんやであれ。さあこっから逃げるんだよね。あ、もう速攻で目の前に言いやがった。走って、俺どこから出たいの、こっから出んの。はい、出ましょう。よし、逃げぞ。逃走だ。よし、裏口を通って持ってきましたよ。うん、あんまり読んでないぜって。キスすんのね。ヘルペスうつるでそれ。I hope it gets easier. Jimmy Hopkins the livers. Jimmy Hopkins livers っていうことね。ジミー・ホプキンスは今から吐き出しますよと。リバースしますよと。そういうことを言うてるんでしょうね、おそらく。さあ、ミッションはあとはどこだ。このこっちかやな。お坊ちゃま集団のところや。ここですね、ミッションありました。危険地帯言いましょう。危険地帯の反対語は安全地帯かな。うん。ワインデッドの心へ。お、助けてくれと。Amigo? Johnny and his goons were hassling me about Algy. That guy's gone even crazier. He thinks Algy is trying to put the moves on his girl. Algy? 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 がローラ? It's crazy. Everyone knows. そもそも Algy はブロンド派。Find Algy. Algy をここに連れ戻してくれ。そしてほとぼりが冷めるのを待つ。あいつはどこにいるんだ。わかんない。確かコーネリアスと一緒に数学の課題をやってたはずだよ。彼なら RG の場所を知っているかも。コーネリアス、演劇部の痩せっぽっちさ。うん、ジュリエットは見事だった。うん、学校の成績だって今や A や A プラスらしいよ。そんな頭のいいやつ。とりあえずそいつを探せばいいんだな。コーネリアスを探せ。さあコーネリアスどこだ。ここの裏だな。お、コーネリアスいじめられてるやん。ピザ屋にいる。もういいだろ。あ、ピザ屋でいることバレちゃったよ。すぐ言っちゃったやん、こいつ。あっ、クラブハウス。You guys, take care of this pathetic excuse for a human being. I was hoping you'd say that. アルジャーノ。アルジャーノ。アルジャーノを助けてあげないと。うーし、殴れ殴れ。オッケー、強キック。リバース。強キックを。オッケー、強キック決まった。倒しました。お、アルジを助けてやってよ。どこにいるの？嘘か。
すぐ言ったなと思ったら嘘やったよな。主のとこに行け。どこにいるんですか。外か。外ですね、これ。やばいな、門限過ぎかけてんねんな、これ。仕方ない、出るしかない。門限なんて関係ないさーですわ、ほんと。ちょっとしっかりと場所を確認しておこう。どこ？だいぶ遠いね。自転車で行った方がいいな、これ。これは時間が足りないもん。もう門限になっちゃうよ。自転車で行こう。さあ急げー。ごめんなさい、悪気はないんだ。どっちだ、アルジャーノのどこだ。間違えた。うわ、失敗した。思いっきり捕まっちったよ。おお、どこ、アルジャーノが見つからないっていうね。あ、いた。いたよ。お前、ジョニーたちに狙われてるぞと。お、逃げてったんか。いいでしょ、たったの100ドルよ。うん。あんたにとっては何でもない額でしょ。でもローラ、100ドルは父さんから借りない、借りれないよ。待ってよローラ、僕は君と、私のこと好きだって言ってくれたじゃない。もちろんさ、嘘つかないでよね。私のことをバカで安っぽい女だと思ってんでしょう。もうこれまでね。そんなローラ待ってくれ。くだらねえ、全く女ってやつは。お前らもしっかりしろよ。でも好かれてるって思って、マジでそう思ってんのか。諦めが肝心だぜ。いいか、ジョニーに見つからないうちにさっさとここからずらがあるんだ。アルジャーノンは、女物自転車、うん、これは襲撃来るか。さあ狙われるぞ。おお、来たな。お、バレた。どうなる、ロカビリを撃退しろ。何で倒せ。ワンダウン、オッケー、ツーダウン。こういうことか。狙え、オッケー、スリーダウン。大丈夫だ。痛い、やめて、やめて。さあどんどんダウンを取っていく。しつこいな、しつこいな、みんな。おお、おお、倒した、一気に倒したよ。また来てる。効かないな、なかなか。あ、倒れた。よーし、ナイスジャンプ。当たれ。まだ倒れない。まいたか。よし。罠。いやー、まだ嫌がった。逃げろ逃げろ。やりすぎやろ。何人体制やねん。でかいの来てんで。OK、倒す。走ってきてるで。よし、顔面狙い。OK、倒した。もう来んやろ。あ、今来るか。
また来んねんな。よし、引き当てる。まだいる。オッケー、いいぞ。だいぶうまいこと当てれてる。オッケー、ナイス。いや、多いやろ。何人体制やねんこいつら。同じやつが復帰しとんのか。え、うそん。相当頑張ったで、相当頑張ったで、わし。いや、もう軽く門限破りの罪を。さあ、ギリギリ2時になる前に帰ってこれた。2時ギリギリですわ。とりあえず寝よう。もう意識が朦朧としてますわ。寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。ということで引き続きいきましょう。ここだね。さあ、なんかミッション来てるかな。よし、科学4授業受けましょう。これ科学難しかったんだよね、なんか知らんけど。4になった瞬間難しかったよ。通過する瞬間にタイミング交差押してんねんけどね。遅いんだ、遅いんだよな、多分。おそらく遅いんだわ。もう喋ってられないもんね、ガチすぎて。よし、まだか。もう終わりでいいと思うで。あー、惜しい。最後1個やん、最後の1個やったやん。許せよ。1個ミスるだけでもわかんのか。はい、よし、いけてますよ。はいはいはい。四角 R1、 三角 L1L2。 OK、 いけた。よーし、なんか科学のくせに結構緊張感があった。なんとか合格です。お、アイテムを満タンにできるようになった。よし、2倍作れるようになった。そんだけ作れるようになったところでやけどね。よし、そしたらこれだ、調理人の声。前回できなかったやつ、これやりましょう。これはデートに行くためにチョコレートとなんか3つアイテムを揃えてくれと言われるミッションですね。はい、とりあえず3つ揃えましょう。で、チョコレートはもう手に入ってるので、あと2つ。なんかこの職員室の警備を解かないといけないんだよね。どうしよう。ビー玉、卵が手っ取り早いか。おい、逃げよう。一旦距離を置いてね。逃げましょう。さあ、これでバレてないでしょ。まだバレてる。いやー、もう速攻で捕まるや。なんなんこいつら。マジでなんなんこいつら。オッケー、今なんか知らんけどいなくなったわ。急にいなくなった。オッケー、チャンスです。一つ目ゲット。
香水をゲットしました。さあ立ち入り禁止場所入ってますが関係ないです。さあもう一つ、もう一つは何だったっけ。めっちゃ追かけるの早いなあいつら。とりあえず逃げて、事業関係ない。あと一個は外？あ、外ですね。自転車欲しいな。よし、ゴミ箱を漁って鎮静剤を探せ。鎮静剤、あ、あった。よし。鎮静剤ゲット。あとはお届けするだけ。自転車欲しいな、自転車。移動手段がないんだよね。これ使おうか。自転車の方が早いんだけどね。あ、ここに倉庫あったわ。これ使おう。よし、自転車で一気に向かいましょう。さあ食堂へ。安全に校内入ってきましたね。で、あとは届けるだけ。逃げろ。よし、届けに来ました。おい、エドナー持ってきたぜ。おい、ババア持ってきたっての。さすがやな、笑いどころが分かっていらっしゃる。素晴らしいな。え、香水じゃないのあれ。香水かなんかを飲んだで。おお、デート前は緊張してしまうたちか。なるほどね。頑張ってくれ。お、なんだ、頼みたいことがある。なんすか。見返りは、あんたの飯には唾を吐かないでおくよ。ハトリックの飯に吐いといてくれるかって。よし。で、何すりゃいいんだ。ワッツ先生と素敵なデートはしたい。おお。なるほど。だけどな、お前もガキどもの性格を見てよ。美しいカップルがいるのを見かけりゃ、茶化さずにはいられないってもんだ。おお。だからさ、見張ってもらいたいのさ。おお、邪魔するガキどもは追い払ってくれ。おお、なるほど。ガキども追い払いミッションが出てきましたね。とりあえずお金は獲得。そして調理人のそのやつはここじゃないんだ。危険地帯しか今ないんか。わかった。じゃあとりあえず次の授業は何だったっけ。英語か。英語苦手やねんな。英語わからへんねんな、これ。英語難しいねんね、これ。誰かヒントくれへんかな。リス。レス。レスはあるわな。ミス。シレ。シレ。I'm afraid that's not English. スリム。スリム、うん。3つしかまだ出てないよ。エリス。
ない。メス。ない。マイル。マイレ。ああ、そう。で、マイレズ。マイレス。マイルズ。オッケー、いったいった。おお、クリアした。よーし、今回クリアしましたよ。あとなんだ。イザム、イザム、言わない。イズ、イズ、イズはさせない。単語じゃないんだよな。イズ、うん、イゼ。うん。あ、ライ、ライね。ってことは、複数形もあるか。違う、削除。ライズ、オッケー。うん。I don't think that's in the dictionary. Try again, James. I don't think that's in the dictionary. Oh, Elm, Elm, hit. Last one. Well done. I can't help. Okay, clear. Elm はなかなか出てこなかったね。よし、小さないたずらをしたときに、フーキーに謝る能力を習得。L1 を押しながら丸を押して突き飛ばして挑発、はい。で、L1 を押したまま謝る。おお、申し訳ないですよって。おお。許してくれんねや。お、ミッション来てるで。これ何？音質。音質調理人デート。危険地帯。音質じゃあやってみるか。何なんですか、音質。英語の先生、何？あ、叫びたりの英語の先生ね。元気か、若造。おう。ハイボール飲むか？よく考えれば、お前にはまだちょっと早いかもしれんな。こいつに捕まらないように気をつけろよ。めっちゃ飲むやん、ハイボール。クソほど飲んでる。大丈夫か？あのハットリックの、バカ野郎め、大バカ野郎。職員救世室で俺の悪口をばらまいてやがる。どうして？俺が酔っ払いで無責任な男だと抜かして、クビにさせようとしてるんだ。しかもフィリップス先生まで俺のそばから引き離そうとしてる。人に悪く言われるとき、俺ならデマだってことを証明するぜ。おお、どうやって？堂々としてろってのが何食わぬ顔して。いや、そんなもんじゃねえ。そいつらが俺の力を見くびってることを教えてやるのさ。そんで心底後悔させてやるんだ。お前は、策略家だな。うん、それよかった。よし、力でねじ伏せよう。学校の駐車場まで行け。 OK、 任せろ。どっちだ？こっちかな？よし。裏か。裏口。ハトリックの車を追って家までついていけと。あ、自転車の方がいいやつやろ。あ、見失った、あった。はい、や。いやー、これは最初から自転車行っときゃよかったわ。よーし、確実に狙ってけ。オッケー。食らってぞ。こいつ、こいつ強えな。勝てえな、あいつ。あいつ勝てえ。よーし。OK、 聞いてるぞ。食らわない。 OK、 食らえ。
ケー、食らった。さあ、どこだ。罠やな、罠や。これが罠やね。こっからが本番やな。よし、あと何人ぐらいおんねやろ。まだこれ序盤の方なんかな。よし、聞いてるぞ。よし、当てろ。オッケーオッケー、自爆しとる自爆。オッケー、オッケーオッケー、効いてる効いてる自爆。よし、オッケー。もう学校やぞ、学校近い。あと少し、ライフもあと少しライフもヤバくはなってきてる。オッケー、ゴールか。アルジオン、アーネストのところに連れて行け。はい、オッケー、たどり着いたね、よかったね。あー、すごい男だろ。何回目かの挑戦だ。でも何回目かの挑戦やけどな。よし、とりあえず助けました。ローラをかけて、そこ行こうか。じゃあローラをかけてはどこだ。遠いな、また。よし、体育さん授業受けましょう。体育さんですね、うん。お、レスリングか。よし、レスリングやろう。さあ、何やったらいいんだ。新しいテクニックを掴む。テイクダウン。ほう、倒す方法があるのか。そんなんがある。よし。三角で倒して丸。オッケーオッケー、習得したな。ニードロップ、テイクダウンを習得した。へえ、テイクダウン使えるな。これでニードロップ、よいしょ。めっちゃ痛そうやもん、ニードロップ。はい、テイクダウン3連続コンボ。テイクダウンして3連続コンボなんか。絶対痛いやん、こんなん。すんげえ強いな。よし、ジョーカーに出します。よし、ニードロップ、これめっちゃ痛いお前。3連コンボ、よし、倒しました。いいね、ちょっとまた強くなったよ。また一つジミー・ハープキンスが強くなった。音質とローラをかけてと超人のデート。まあ一番近いとこ行こう。温室かな、やっぱり。これを速攻で自転車に、自転車に向かおう。さあ急げ。これあかんのか、自転車乗ったらあかんのかな。
People leave stuff lying around everywhere. ここだね、調理人のデート開始。デートを邪魔するな。木の上に隠れるんだ。あ、登れんのこれ。登れって。何やってんのこれ。何やってんのジミ。ジミ何やってんの。なんか木の上でくる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 回ってだけやねんけど。どうやって登んのこれ。三角か。三角ボタンで登れんのかな。木の上に登りたいんだよね。あー三角。オッケー、いったいった。これでデート開始ね。生徒を、当てましょう。よし、当てて。当てろ。よし。オッケー。どんどん狙え狙え。どんだけこの時間生徒で歩いとんねん。来たぞ。はい、当てる。お前も当てる。お前もだい。よし。また来た。この野郎。お、また来てるぞ、あれ。定位置に着く前に やっつける。さあ、どこだ。よし。当てろ。よし。多いな。あ、頑張ったけどな、結構。あかんか。さあ、どうだ？だいぶ進んでると思うぞ、時間的には。ここで一気に来んだよな。一気に来てからが大変。あ、そっか、ため打ちした方がええんや。ため打ちした方がダメージ食らうんやな。これでため打ちが効いてるから倒せー。オッケーオッケー。オッケー。幻覚剤かなんか仕組んでたやつ。それが効いてんねんな。気分が悪い、帰れなくては。なんか飲ましたな、完全に。よし、これで OK やろう。ヨレヨレやん。ああ、幻覚が戻ってきた。悪魔。I show you what I know about chemistry. And a little biology. よし、ミッション成功。よかったね。And that's that. さあ、とりあえず。
海の家に帰るか。門限破りで怒られるからね。海の家へ向けてとりあえず帰りましょう。こっちだね。まあ今日のところはこれぐらいにしときましょうかね。うん、失敗です。自分の家にたどり着きたかったけど失敗しました。すんげえ引っかかりました。はい、到着。いや、俺自転車乗りたいんじゃないんだよね。はい、とりあえず家に到着。じゃあセーブしましょう。セーブ、ここですね。はい、上書きします。達成率 29.19%、 伸びないですね、なかなか。前回は 24.97 で今回 29.19、 あんま増えない。相当なボリュームのゲームってことですね。そういうことと思っておきましょう。はい、ということで、じゃあ今回はここまでしておきます。また来週、土曜日更新ですので、また来週もお楽しみください。エンタルゲームインザボックス、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。